は振りをもう3人で作ってるんですけど、ゼップ新宿ワンマンライブゲスト様にお越しいただいております。本日はパワーパフボーイズさんです。いくつか質問をさせていただきたいんですけれども、はい、はい、怖いね、緊張する。なんだろう、カン君の右耳おかしくなるのもう本当にみんな気になってると思うんですけど、はい、ヒットする振り付けを作るコツを教えたい。振り付け師として、うん、なるほどね。僕たちは振りをもう3人で作ってるんですけど、うん、なんかあんまりガチガチに仕事としていい意味で作ってるってよりも、うん、遊びながら作ってるよね。そうだね、めちゃくちゃ、うん、フリースタイルというかこう音かけてそれにこうみんな乗って今の動きおもろいねっていう、3人がケラケラ笑って面白いと思ったものを振り付けとして出すから、うん、意外とその僕たちが踊ってて楽しいことが基準な気もする。おー、なんかやっぱこう第三者様にお届けすることばっか考えちゃうとね、なんか分かんなくなっちゃうから。すごい、難易度的にもダンサーからとあとダンスを習ってない方からの、うん、その難易度のレベルの差とかもなんか絶妙にいいなってすごい思うんですけれども、確かになんかその塩梅とかもなんかどういう風にセンスですか。そう、センスやばいやばい。結構なんか見ててさ、いざやってみたらちょっと難しいぐらいで、まあ、挑戦したくなる振りだから、うん、これとかも、うん、それね、私のいとこの3歳とかの子とかもこれやったりしてた、うん、すごい。これなんか本当にマジで遊んでできたやつだから、そうね。超初歩的な質問なんですけども、はい、うん、なんでピンクなんですか。おー、確かに僕のナンバーで使った衣装がとりあえずピンクだったの。もうその時にカンがゲストで出てくれた時があって、3人で踊るってなった時にピンク3人で着てみたらめっちゃ似合うんじゃないってなんか思って、うん、メンズでピンク着てる人ってあんまりいないなと思って、うん、なんかその時しかもちょうどみんな同じような金髪の色だったから、あ、なんかピンクと金髪って相性いいかもと思ってやってみたのが始まりで、そこからなんかあ、意外とピンクの合うねってなって。面カラーはどういう風に決まった。あ、メンバーカラーはこうなる、なんならピンクになる前に、うん、多分ね、僕たちって本当にあんまり衣装に脳がなくて、超昔ね、組みましょうってなった時に、なんか深夜イベントだったんだけど、出る時に、その日に衣装ってどうする？やばい！やばい！深夜イベントだから、もう10時半ぐらいでも集合してるわけよ。早く、まあちょっと早めだとしてね。でももうそれでさ、H&M やらユニクロさんやらとかってもう全部閉まってるから、衣装。ドン・キホーテさんしかないってなって、何回か何回かなんかに行って、あ、なんか色の T シャツあるってなって、たまたま置いてあった色をそのまま着てんのが多分メンバーカラーの。すごっ。ここにね、渋谷渋谷って。そもそも結成秘話っていうか、とあるきっかけのお仕事で、まあ、きっかけがあって、うん、で他 の, あの人もいたりとかして、でもそこで初めましてだったね、全員が3人とも初めましてで、だから2人でご飯行って遊ぼうとか、じゃあ2人でなんか踊ってみようとかっていうのをそれぞれやってて、で、あ、3人で集まろうよみたいになったんだね、一回、うんうんうん、で、集まったらドーンみたいな、ほんとほんと、いや、マジでその日にやばい意外とめっちゃいいから、なんかイベント出たいよねってなって、名前どうする名前どうするとか言ってて、パワーパフボーイズみたいな感じ、ほんとサササってね。でもあの、こんなに長年やると思ってなかったから。そうだね、このイベントに3人で出るだけみたいな感じ、うん、そうだね、うん、作れてね、ひとまずを繰り返して、うん、もう8年ぐらいそうだね、もう8年ぐらい。え、あ、そっか、タメだ、タメ、え、一応結成して6、僕らは6年で、出会って8年みたいな。あ、え、もう8歳、10歳、同じくらいじゃないもんね。3人でよかったって思うことある。確かに、気になる。あ、でもセンターがやっぱあるっていいなって思う。あ、なるほどね。確かに3人っていうか、これこのメンバーって考えると、やっぱみんななんか特化してるものが微妙に違くて、はいはい、あー、なるほどね。今で言うと振り付け担当、編集、うん、YouTube の編集するのもすごい好きで、うん、すごい。で、歌が一番うまいので歌の指導担当みたいな。指導まで指導指導すごーい、すごい。の中でもやっぱ3人性格が違うから、合うところも合うし、合わないところはいい意味で合わなくて、すごいね、疲れない。それなりだね、すごい相性なんだね、すごいね、うん、同じかも。僕たちも人間としてはマジで違う人間さんだから、うん、そうだね。共通なのは面白いことが好きって
こと、が唯一の共通でつながってる感じ。大食い担当で、はい。MBTA なんですか。あ、俺もちょっと今ついこの前さ、ついこの前やったんだよね、3人久しぶり。これショット。ENFP かな、僕らは。同じです。僕ね、討論者だった。みんな誰が2人。エンターテイナーってやつです。あー、黄色い、黄色だ。黄色は紫の指揮官。おお。あ、でもみんないいな。だからみんな違ってみんないいな。みんな違う。みんな違う。みんなね、外交的っていうか、なんだろう、そのね、内向的じゃなくて、みんな外交的で、外交的じゃなくて、外交的で、内向的で、外交的で。次ヒットするフリスケです。でもこうやってやる。そうですね。これがそうかも。こうやってやっちゃうことある。休日は何してます？結構いろんなカフェに行くのが好き。おしゃれ。でもさ、そういうイメージあるじゃん。なんか今日オフだな、会ってないな、何してんだろうって思うと、なんかカフェのなんかみたいな。ミーティングとかも、ここ割とどこでもいいんだけど、そうだね。おしゃれな気がするカフェに行きたい。行きたいな。それで一回ね、なんか俺らがファミレスでいいじゃんみたいなのでめっちゃ怒られたけど、この行く行くと喧嘩する。めっちゃ不機嫌になっちゃう。4年前ぐらいだよね。僕はもう遊んでる友達と、お酒飲んだり。誘うタイプですか？誘われるタイプですか？誘うし誘われるし。誘われるよ。めっちゃ誘われるの。いろんなところに呼ばれてるよね。友達が多いランキング今世界ランキング。世界ランキング。関東で今1位。やば。僕はね、結構あの自然界隈なんで。自然界隈、自然界隈なんで結構ドライブして、いろんなそれオーションみたいな。本当にでも確かに遠出するの好きじゃん。めっちゃ好きだね。知らないとこに行くのめっちゃ好きだから。というわけで、パーパーボーイズさんのなんか今後のこととか挑戦していることとかあったりしますか？もうこれはなんと皆さんまだ間に合います。僕たちパーパー、自分たちの名前閉めてほしい。僕たちパワーパフボーイズ初のワンマンショーがなんと11月27日にございます。その名もザ・パワーということで、11月27日東京、そして11月29日大阪でも、なんと初なんでね、初のワンマンショーが、チケットまだ手に入ります。ぜひぜひ皆さん来てください。絶対来てください。これだけ言っていいですか？はい、本当に面白い公演です。これね、自分たちで言うの結構ハードル高いけど、多分絶対来てくれたら一度は笑うと思います。涙出るよね。ダンスコントショーと呼んで、すごい今展開してるって。だからもう本当に、しかも1回きりで、DVD とか配信とかの予定がないので、ぜひ見に来て感じてほしいなと思います。ください。よろしくお願いします。はい、ということで12月12日 ZEP 新宿でチェゴワンマンライブやるんですけども、そのテーマが最高到達点ということで、史上最強に盛り上がった一日になるので、楽しみにお待ちください。そして今回演出にもすごくこだわっていて、私たちのやりたかった演出をやるのでお待ちしております。今回いろんな方を巻き込んで、さらに最高到達点になるように、たくさんのゲストの方もお呼びさせていただいております。本日はパワーパフボーイズさんでした。